この裏付けが非常に大きいんですね。それで隣の方向にいれば家具産業、製薬商品とかいろんなものがある。東に行けば宮山市のみかん、やめのお茶、いろんな作物があります。柳川市には年間120万人の観光客が来ます。柳川を利用してください。柳川にいろんなものを発信をしてください。柳川がワクワク進学しますよ。空き店舗にですね、ここは、日本三大酒どころ、筑波は三大酒どころの一つでした。ここはお酒の館、ここは物産の館、そういう頑張る商店をですね、バックアップします。そして、店舗にですね、トイレがない、活用できない、貸したくても貸せない、そういうところの回収を補助してあげれば私はいいと思います。ただし、うちの商店街を借りて頑張るぞと、自分たちも頑張るぞという商店街ですね、手を挙げていただいて、一緒にやっていく。そしてそういうところにですね、自分の酒の館、物産の館、家具の館、大川の発信拠点、そういうものをですね、私たちが作っていけば、町の活性化、商店街の活性化につながっていくというふうに考えます。はい、ありがとうございました。それでは、金子さんの方にお尋ねしますが、今この産業につきましてですね、佐々木さんのお考えをお聞きになられて、何か、ご意見等がございましたら、1分以内でご発言いただきたいと思いますが、まあ、ちょっと意見というよりもちょっと言わせた部分の補足でよろしいですか。構いません、よろしくお願いします。最近ですね、大手の自動車メーカーさんからですね、柳川市内にですね、南地区をエリアとする大規模なですね、サービスセンターを建設したいという意向が今示されております。なかなか企業誘致が難しいんですけども、まあ、そういうような自動車メーカーさんからですね、サービスセンターというのは大変、私もですね、これについてはぜひ実現をさせたいというふうに思っているところでございます。以上です。ちょっと補足が話ができなかったので、このことを市民の皆さんにお伝えしたいなと思って発言させていただきました。はい、ありがとうございます。補足の説明ということで頑張っていただきたいと思います。それでは佐々木さんの方にお尋ねしますが、この産業について金子さんのお考えをお聞きになられて、何かご意見等がございましたら、区域内でいただければと思いますが、今自動車のサービスセンターというお話がありました。まさしくですね、この柳川の可能性が広がった。柳川を中心に幹線道路がですね、四方八方伸びて、ちょうど筑後南部エリアを柳川が全て網羅できるんですね。企業は柳川に注目してるんです。向こうから作りたい、それ以上にこっちからですね、いろんな企業に積極的にですね、働きかけをですね、行っていくべきだと思います。駅の東側に広大な更地ができたと思います。あそこは格好のですね、企業誘致の絶好の場所です。それとピアサー都市も、全国の支店営業所、柳川に作ってください。柳川から15分で大田、美山、大川、上場まで行きます。民間企業はそういうエリアを、支店とか営業所ですね、限りなく統合したいです。経費削減をしたいんです。そういう点で、四五南五を全部網羅できる柳川。これをですね、積極的にトップがトップセールをして、情報を発信して、情報を収集して、私はやっていくべきです。というふうに思います。はい、ありがとうございました。それではまた時間の方がありますので、次のテーマの方に移りたいと思います。次は、5番の防災についてです。まずはこちらも、現在のです、ね、状況を藤木さんの方からご説明いただきたいと思います。はい、防災について説明したいと思います。写真の方は昨年起きた慶州風土の災害で被害状況となっております。場所の方は柳川市、三沢市の地、中山市となっております。区外総額の方は 全体で26億9000万円となっております。最寄りの避難所といたしまして、大変地図が見にくくはなっていますが、柳川市内に13カ所の避難所の設置がしてあります。
再生支援に関する各種制度はご覧の通りになっています。以上で説明を終わりにします。はい、ありがとうございました。昨年ですね、九州の北部豪雨での爪痕というのがまだ残っておりますけれども、この防災につきましてですね、お二方のお考えをお聞かせいただきたいと思います。今度は、佐々木さんの方から、2分以内でご説明の方をよろしくお願いします。もうこれはですね、十分に新しいことでありますけども、もう市の方でもですね、いろんな対策を伺っております。まずは何といっても堤防の強化、安倍内閣が国土強靭化計画ということで方針を打ち出されて、財政措置もしておられますので、当然それをすべきであるというふうに思いますし、それとですね、昨年の水害で長島地区とか造成排水ポンプが稼働しなかった、ずっと一晩中翌日まで使ったまま、これを実際にことが起こったときに全く稼働しないでは意味がありません。この造成排水ポンプをですね、しっかり回収できる、稼働できるように回収しないといけない。それと、全国か市内38カ所に、同方形の音声の拡声器ですね、皆さん避難してくださいということで38カ所つけられる予定のようでございますけれども、38カ所が少なすぎます。私は最低でも50、できれば100カ所で作るべきだ。それとそういういろんな災害メールとか、定点カメラのですね、同時配信、それと昨年の災害をですね、教訓にして実践的なですね、まず行政対応力、こういう対応力をですね、つけないといけない。それで地域には河川沿岸部、海岸沿岸部、内陸部、各地区によっては違います。そういう地域に特性に応じた体制を作らないといけない。そして水害時期にはですね、必ずいろんな方がうちに水が来よる、浸水しよう、露見化して、その時に災害防災関係者大変なんですね。大雨で明日に泥を持っていけ、今夜泥を持っていけ、それは事前にですね、低湿地には地盤の低いところに皆さん泥を配布しますから、希望の方はお申し込んでください、しておけばですね、そういうのに緊急の時には危険箇所に集中できるですね。事前防災も非常に大事だというふうに思います。はい、ありがとうございました。それでは、この防災につきまして、金子さんの方からですね、ご説明をお願いしたいと思います。はい。被災地の給付に関しましてはですね、やはりましたが、延べ2000人もののボランティアの皆様、1500人の消防団員の皆様のご協力が多くの支援物資、義援金など、心のこもったご支援を多方面からいただきまして、改めて絆の大切さを強く感じたところでございます。佐々木先生と同じようなことで悩みますので、違った面について私がお話をさせていただきたいと思います。一つは、防災行政の整備につきましては、市の皆さんに災害や避難の情報などを迅速に伝えるためにですね、20年度で整備いたしましたが、音声の届く範囲などを調べ、必要であればさらにですね、スピーカーの設置箇所を増やすことを考えております。それと、各地域でお年寄りや障害者などを避難するときに援護が必要な方につきましては、あらかじめ把握して支援などをしていただく自主防災組織の育成をしてまいりたいと考えております。3月16日に六郷地区で避難訓練を実施されました。このような実践的な訓練を日頃から実施して、いざという時に備えておくことが大事だというふうに思っております。本市では、九州北部豪雨による被害と災害対応の当時の状況を記録に残し、これを教訓として今後防災・減災対策に生かすことができる災害の記録の冊子を取りまとめて、後世に残していくことにしました。また、浸水した水位の表示板も中山と六郷中心に10カ所に設置いたしました。災害の記録を風化させることなく、行政と市民が一体となって、災害に強い安全・安心の街づくりをこれからも進めていく必要があろうかと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは佐々木さんにお尋ねしますが、今のですね、金子さんの お考えをお聞きになられまして、何かご意見等がございましたら、1分以内でお願いしたいんですが、
まあ、ですから、防災についてはですね、もう誰もが共通して、災害のない町、災害に強い町、町づくりというのは当然でありますし、今、38箇所足らなければですね、増やしていく。当然、それはしなければいけませんし、私は昨年、越前高田に行ってきました。あの大震災の爪痕、もう見ないとやっぱ分からないんですね。あなたが苦しいながら頑張ってらっしゃる姿を見ると胸が熱くなりますし、それ以上にですね、まあ、地域の皆さんのやっぱ意識、防災に対するやっぱ意識改革、これ日頃からですね、やっぱりやって、これが非常に私は重要であると思います。昨年の水害の時には、地域によってはですね、全く全地域に避難カードが出ております、避難命令が出ておりましたけど、まあ、意外とのんびりしとった地域もあるようでございますし、やっぱり全市民がですね、同じように意識を共有するし、普段からの啓発、啓蒙、そして訓練が、本当に私は大変だなというふうに痛感しております。はい、ありがとうございます。それでは、金子さんの方も何か補足とか、ございましたら、1分以内でお願いしたいんですが。はい、排水基準につきましてはですね、これからバージョンアップしていきたいというふうに思っております。もう一つが、昨年の7月14日の災害のうちにですね、一番困ったのが、災害の水面でございました。それは、上流のデータが不足していたということ。私は、小川知事にお願いいたしまして、龍岩ダムの放流状況、また、入ってくる流入状況ですね、まあ、そういうことを、ぜひですね、沿線のですね、自治体に連絡してもらいたいというふうにおっしゃいました。また、そして、河川監視のカメラをつけていただきたい。これもですね、今度実現するようになりましたことを報告しておきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、まだ何か補足が必要だとか言われる方はいらっしゃいませんか。なければ、次のテーマの方にですね、入らせていただきたいと思っておりますが、次は、観光、6番の観光ですね。まずはこちらも、現状の藤木さんからですね、ご説明いただきたいと思います。はい。観光について説明したいと思います。各種成果、各体利用客数はご覧の通りとなっております。入り込み客数、宿泊客数の推移もご覧の通りとなっております。外国人観光客の割合は全体の 7% となっております。以上で説明を終わります。はい、ありがとうございます。それでは、観光についてのお考えをお聞きしたいと思います。今度は、金子さんの方から2分以内でお願いします。はい。観光業は裾野が広く、他の産業とつながりがありますので、観光が栄えれば、他の産業も活性化いたします。私は現在も115万人前後の観光客を10年後には150万人にする目標を掲げて取り組んでいきたいと考えております。今年の3月1日から1ヶ月間、水郷柳川行き旅を実施しております。これは作業の祭りで賑わう柳川の町の中で、柳川の特色を生かして歴史散歩や食べ物、伝統の技などを体験する19のメニューを用意して楽しんでもらうものです。このような観光地で企画する、いわゆる着地型観光にこれから力を入れていきたいと考えております。また、携帯に代わって使用者が増えているスマートフォンを活用いたしまして、観光施設や飲食店、宿泊施設、イベントなどの情報に提供する観光アプリ、柳川旅物の会の皆さんから使用するようにいたしております。ホテルの最後、ホテルの勇気でございます。以前ありました柳川ホテルやグリーンホテルがなくなりました。柳川の観光は日帰りの多く、宿泊されるのは1年間にわずか4万人です。日帰りでも落とす金は少なく、地域経済を潤すには、やはり宿泊をしてもらわないといけません。私はぜひ、ホテルなどの宿泊施設を誘致して、観光客の皆さんに、昼の柳川だけではなく、夜の柳川を満喫していただき、たくさんのお金を